平成法、はじめまして。おはようございます。こんにちは。こんばんは。占い館、ルーチェの新人占いカウンセラー。倍速再生の女神、オダリンです。オダリンです。3月21日は、宇宙元旦、占い館、ルーチェオープンの日です。怒涛の動画公開が続いていますが、皆様、たくさんのご視聴ありがとうございます。YouTube のみならず、インスタ、TikTok、もございますので、よかったら見てみてくださいね。個性豊かな占い師があなたの人生に光をお届けいたします。鑑定ご予約はホームページからできますよ。さてさて、前回聴覚直感リーディングを展開予定と言いましたが、予定は未定なので、とりあえず今回はありません。で、さて今回は近頃話題のルノルマンカードについて少し語ろうかなと思います。私オダリンが、そもそも占いに興味を持ったのは、小学生の頃ですかね。雑誌の占いコーナーや、付録のタロット、いろんな方面から、興味をくすぐられてきたので、割と自然な感じで身近にありました。テレビでも、占いコーナーとかありますしね。個人的にカード占いの入り口は、やはり、当時付録としてもよく扱われていた、タロットカードです。ある程度正位置、逆位置、なんとなくの意味を理解した頃、とどめを刺したのが、なんといっても月曜夜7時から放送されていたアニメ、金田一少年の事件簿ですね。原作も、ドラマもゲームもズームドラマも大好きで、今でも毎日のように見てるアニメの一つなのですが、金田一の作中で額に入れ飾られていたタロットカードに見立てた事件が起きていくわけですね。そして犯人はタロットに詳しくなく、正位置、逆位置がわからないので、自爆するというシーンがありましてですね。きっとこの世代の人は吊るされた男の向きはかなり理解してる方が多いのではとか、手に思っております。そして人生を歩んでいきます。オダリンですが、人並みに、いや、人並み以上に、人生や恋愛がうまくいかず、壁にぶち当たることもありましてですね。そりゃもう行きたくなかった。メンタルクリニックに通ったこともありますし、体調が悪くなり、
給食の経験も何度もありました。気になることがあるときなど、対面や電話、チャット、などなど、占いジプシーもさることながら、たくさんの先生との出会いもありました。その中で、戦術に、ルノルマンカード、と打ち出してる先生がポツポツいるな。ルノルマンカードってなんだ？って思うようになり、便利な検索世界になったので、いろいろ検索してみる日々がありました。現状新人枠レベルではありますが、数年前、まだあまり日本では知られていないカードだということを知り、タロットより枚数も少なく読みやすいかも、と初心者心に火がつきまして、プロ活動されてる先生を見つけ、習いに行ったりとなんだかんだ、そんな感じで、私おだりの、ルノルマンカード人生は、スタートいたしました。私が愛用しているルノルマンカードは、生命の誕生の海がモチーフになってるトランキルシールノルマンカードです。淡いイラストが好みで、怖い感じもなく、おしゃれな感じで、カードがよくわからなくても、持ってるだけでも嬉しく、なるようなルノルマンです。もう一つは、占いカード作家の、のりちゃんさんの、ポチャリスのルノルマンカード。こちらもおだりん好み、ドンピシャな、かわいらしいカードになってます。癒されるんですよね。淡い感じ、水彩画とか、水墨画とか習いたいんですよね。オダリン本体は、全然淡いわけではないのですが、笑い、癒し、要素を、自然と求めているのだと思います。癒しの空間提供を目標にしてるオダリンのベースですね。あ、でもかっこいいクールなものも大好きです。って何の話だよ。はい、これがオダリンです。この感じ、安定ですね。いつもありがとうございます。もっといろいろ語りたいですが、とりあえず今回は、オダリンのメイン戦術でもある、ルノルマンカードについて、少し語らせていただきました。こんな動画が見たい。聞きたいなどなどありましたら、コメント欄から、対応できるものだけ、心を込めて対応いたします。もし気が向いたらチャンネル登録していいんだよ。上向きグッド、下向きグッド、どっちでもいいから、押してもらえたら嬉しいです。反応ないのが、一番寂しいですからね。それでは今回はこの辺で。
花粉が少々お邪魔な今日このコロナ。ルーチェの新人占いカウンセラー、オダリンでした。